わきわきわき森の都のカプセリストわっきー貝山がお送りしますガチャ動画。さて今回はですね、山形駅の西側にありますまたまた駄菓子屋の昭和基地にやってまいりました。こちらの昭和レトロのガチャコーナーなんですが、前回お伺いした時はですね半分しか、懐かしの台紙がなかったんですが、今回はですね全面に貼り付けましたという話を聞いておりましたんで、抜き打ちで調査したいと思います。それでは行ってみよう。いや雪降ってますけどもね、表向きは変わりませんけどもね、懐かしの放浪看板なんかもありますが、さあテンション高まりますね。コスモスの自販機、今回はこれやっていこう。さあ前回はね、前回はこの辺見ていただきましたね。はい、こちらの、いやー怪しげですね。全部クエスチョンのガチャガチャも回させてもらいましたが、おいやいや、この辺がねなかったんですけども、貼り付けましたね全部。いやいやいや、ご苦労様でございますね。結構レアな台紙も多いじゃないですか。ひっくりまんあたりもね、この辺もいいですね、ど真ん中あたりもね、さすがね稲川人生ね、心霊写真カードね。お、いいじゃないですか。どうですか。いや素敵な空間ですね。さあ今回はね、これは見えませんけども販売中ということでね、1回300円、お楽しみボックスやりましょう。レア缶バッジってまだ持ったことない。この辺も気になる方は気になると思いますけど、さあそれでは、よし、出てきた、人面剣くんね。さあ当たりました。これ何入ってるんでしょうね。はい、おバッチです。何のバッチでしょう。じゃん、お落書き面のバッチ、これ結構いいんじゃないですかね。袋みたいな感じになってますけども、こういうのはね当たりますので、ぜひ山形県です、山形市です、駅の西側にあります昭和基地、ぜひ皆さんお越しくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしております。それではまたね。ここは密にならなくていいですね。外ちょっと寒いです。